やってきました。中華そば藤村。こちらはね、静岡県浜松市にあります。今日はね、こちらでがっつり食べていきます。この人と。やばいだよ。お、やばいる。おはようございます。今日は朝ラーだね。朝ラーです。やばいな。朝8時にうちに来るから早いよ。早いですね。はい、行ってきましょう。ほらほら、メニュー出てるね。中華そば藤村さんのね、メニュー、中華そば、肉そば、つけそばとあります。あとは担々麺もあるんだね。朝数量限定のあっさり煮干し中華そばっていうのもあるんだ。昼の数量限定もあるね。ご飯セットあります。ライスセット100円、安っ。肉飯セット200円、カレーライスセット200円ね。こんな感じか。よしよし、大盛りがっつり食べてきますよ。営業時間は朝7時から10時、昼は11時半から14時半か。スープなくなり次第終了だって。お休みは金曜日が定休日ってことね。あとは全部やってますと。そんな感じ。さあ店内行ってきますよ。じゃあ入ってすぐに券売機やります。さあどうしようかな。今日肉そばが食べたい。ほらほら、中華そば小生卵付き、肉そば小生卵付きか。あ、大ね。大は麺2玉だって。生卵はいらないんでね、僕はね。肉そば大食べます。1150円。あとはね、あれ、あれは味玉。はい、味玉トッピングね。まだ食べます。あ、カレーライスセットいいじゃん。200円、めちゃくちゃ安いね。ご飯物はね、ライス肉飯セットとカレーライスセットにします。麺類1杯につきお一つまでです。はい、私の注文はそんな感じ。ヤマヤロ何にすんの？ヤマヤロね、中華そば。あ、中華そば、うん、普通のね、大盛りね。うん、ヤマヤロ小食だもんね。うん、かわいいけどね。あの、朝限定のさ、あっさり煮干し中華そばとか食べてほしかったな。あ、こっちで買えるの？いいよ、別に。もう頼んじゃったんでしょ。うん、うん、店内はね、カウンターが6席。あとはね、テーブルが2テーブル、大きめあります。はい、はい。はい、来たよ、来たよ、肉そば。ほら、山屋の中華そばも来たよ。まあね、肉そばは中華そばに肉がたっぷりって感じね。あとはね、味玉トッピングしました。はい、山屋。はい、こんな感じね。ほら。それでは、いただきます。結構とろけるスープだね。いただきます。おお、うん、あ、結構ガツンとくるね。うん、魚介系、うん、肉そばチャーシューたっぷり、いただきます。うまっ。ラーメンいただきます。結構これは朝から濃い系だね。チャーシューと一緒に麺食べてみようかな。うまい、マジでうまい。麺はね、ツルツルの麺ね。はい、メンマはこんな感じ。うん、メンマもうまい。そばはね、肉がたっぷりで食べ応えあって最高です。
朝からねがっつり食べれるっていうのがいいね。ナルト乗ってます。さあ味玉食べます。うん、うん、うまい。割としっかり目の味玉ね。もうね、ただいまの時刻ね、午前9時過ぎ、店内満席になりました。大盛りね、2玉だからね、結構量あります。がっつり。肉も多いからね、すごくボリュームを感じます。マジでうまかった。すごくね、濃い口で朝からガツンと来ましたよ。最高でした。ところがラーメンでお腹いっぱいになりましたが、カレーあります。これ200円ってめちゃ安じゃん。しかもちゃんと1人前あるよ。やばいです。すでに腹いっぱい食べます。レンゲで。辛い。本当に辛い。うん。うん。辛い。あと山芋食べます。ごちそうさまでした。朝からね、山芋に汚されて朝ラーメン来ましたけどね。いや美味しかったな。藤村さんの中華そば、肉そばか。満足満足大満足です。ということでね、本日は静岡県浜松市笹ヶ瀬の方にありますね、藤村さんからでした。バイバイ。